こんにちは。こんにちは。ウマホ夫婦です。今回は運転席と助手席に使うフロント用のテーブルを作りました。はい、こっちが助手席用に使うテーブルになっていて、こっちが灰皿受けのところに差し込んで使うテーブルになっています。はい、これは YouTuber のカメコロウさんの動画を参考に作らせていただきました。はい、ありがとうございます。では早速取り付けていきます、はい、こっちは助手席の方のテーブルになっていて、作りは裏に足を長板で取り付けていて、これを広げるとこう足が出てくるような形になっています。でこれをダッシュボードのところに差し込むと簡易的なテーブルになります、はい、これは車旅で前側でご飯を食べる機会が増えるだろうなと思って作りました。はい、これ足をかたどるのがめっちゃ大変やったよね。ね、4、5回は作ったんだけど、うん、なんとか使えそうでよかったね。ちなみにこれは運転席でも使えるんだよね。そう、せっかくやってみようか。はい、はい、運転席で使う場合は足を全部広げずにこんぐらいでこのハンドルのところに差し込むとこんな感じでテーブルになります。おにぎりをちょっと置くとかそのくらいだったら使えそうですね。はい、いいよね。うん、まあ基本的には助手席側で使います。はい、はい、ちなみに使わないときは折りたたんでドアポケットに収納できます。ぴったり、ぴったり。次に灰皿テーブルです。灰皿テーブルはもともとついていたこの灰皿のサイズに木を加工してはめられるようにしてこの天板をつけただけです、はい、こんな感じでテーブルになります。いいよねこのサイズ感。うん、いい。そして中がちょっとした収納になっているので小銭とかリップとかしまえる感じです。はい、これが日本一周前最後の DIY です。使い勝手がいいものが作れたと思います。作業中の動画も撮ったので、それでは作業工程の様子もどうぞ。まずは段ボールで型を取っていきます。型取りが終わったので次は本番、木を切っていきます。何回作ったことか。よいしょ。あとは天板を。お、いけた、うん、こんな感じで。あとは固定をするんですが、イメージはこれをね、こんな感じで固定してこういう風にするイメージです。両側ね。
ちゃん。で、なんて。うん。ギリギリだったね。位置そう。あ、でもずれてるのしょうがないか。うん。こんな感じで長板で足が開くようになっています。おお、いいね。これをあそこにはめます。灰皿の形に合わせて木を切ります。はい。これが下。こうだよね。で、両線の板、高さ、両線の板の高さ、高さは3センチなんだけど、でもスカスカポンより1回3にする。うん、じゃあ6、 2枚だから。あ、でも待って、両サイドだね。両サイドは、うん、もうそっからバーンっていくんだよ。あ、そっかそっか。じゃあ10じゃないのか。10じゃない。どんぐらいテーブルを幅を利かせるか。いいよ。では、灰皿テーブルのパーツも切ります。疲れた。こんな感じで灰皿の形に木を切りました。この上にあとは天板を乗っけるイメージだよね。うん、組み立てます。はい。なんかそれ足りてないけど。はい。うん。そうそう。はい。灰皿のところに入れる箱を作ったので入れてみます。あ、いいね。うん。で、この長さをちょっと余剰を作ったのはここにテーブルを置くためで、このもんかな、こっち側は。うん。内側も足考えたらこの辺かなということで、こんな感じ、うん、にしたいけど、この位置印つけようか。うん、ここにね、ここら辺に木を打ち込みます。打ち込みます。はい。サイズカード定規、違う、この辺をすると18ぐらい。うん。18×15 はあるけど、とゴミ箱。うん、14。1センチぐらい短くしようか。うん。じゃあ 14×18 ぐらいで、はい、この上も作りたいと思います。え、めっちゃいいじゃん。うん。最後、灰皿のベースに天板をつけていきます。はい、ということで灰皿テーブル完成しました。裏こんな感じ、表こんな感じ。